はいえー、自民党総裁4候補がですね、えー、討論会を行いまして、そこにですね、まあ、大学生がオンラインで参加して、まあ、こういう質問をしました。一体今みたいな状況はいつまで続くんでしょうか。といつ頃をめどに私たちはまた自由に野球観戦をしたりとか、卒業式をしたりとか、飲み会をしたりできるんでしょうか。というね、本当に若者ならではの質問だと思います。これを投げかけたところによると、まあ 河野大臣がですね。いやそんなのね。科学的な見地もなく適当に答えられませんよって言ってるんですよ。でもこれちょっと変じゃないですか。その科学的見地は政府が抑えてるわけでしょ。河野さんの答えとしては例えばそうですね。来年の春ぐらいにはまあ、行動緩和できるんじゃないですか。とまあ、緊急事態宣言ももう発出することもなさそうだし、その根拠としては私の集めた厚生労働省のデータがこうとかね。経済産業省のデータがこうとか。 それから各総務省のデータがこうだからなんだよって答えればいいのにいや科学的検知何もないんで答えられませんよそんな言い,いかけのな質問しないでくださいとは言ってますけども河野さん政府のデータ何も知らされてないんですかねでそもそもどのぐらいをめどにっていうことですからめどを立ててそこまでにどう行動するかってのを落とし込むのは政府の仕事だと思うんですよで行き当たりばったりですよねこの河野さんの今回の発言は。 本当になんかしょうもない人だなと思いましたね。これね、河野さんはそういう風に、科学的検知もなく、根拠もなく、しっかり答えられませんみたいなことを言って、他の3人の候補の顔を潰したつもりだったんですけども、逆に、他の3人の候補にやり返されてましたよねで。河野さんっていうのは、こういう適当なあ人なんですよ。で、人の命を何とも思わないとかね、そういう部分があります。もちろん、この人の命を何とも思わないっていう部分は、 自国ではなくて他国に向かう部分には頼もしいなって感じるちょっとね、えー、それ系の人もいるみたいですけどもいや他国だろうが自国だろうがその国の国民がどうなってもいいっていう考え方はやっぱりなくさないといけないですよね仮に A という国 B という国戦争してます A という国の国民が B という国の国民を まあ、害することとかね、死ぬことを願う、不幸になることを願うっていう考えは、同じ国民同士、支配されてる民同士、まあ、持つべきではないかなと思うんですよ。もちろん、対立してる部分が対立してるのは、これ、しょうがないです。で、できれば、武力ではなくて、対話により解決をした方がいいと思いますけども、ただやっぱりね、武力っていうのも対話の一つなんですよね、もうね。言いたいことも言えなくなっちゃうんですよ。防衛能力がなければ。いや、本当にね、 もものがありますけどもね、今回の河野さんの発言はちょっとまあ、うん、河野さんお手つきですねこれはと私は思いましたじゃあ動画概要欄にその動画の全文を貼っときますのでよろしかったらご覧くださいなかなか見応えがあると思います